pitching for the Red Sox, number 19, Koji Uehara. のマウンド、もう上原が今1というシグナルを見せまして、最後の1球になるか。高橋監督出てきました。あ、行きますね、行きますね。10年ぶりに上原浩二が東京ドームのマウンドへ向かいます。東京ドームに上原浩二がコールされます。期待も高まります。ジャイアンツ、ただいまの会に代打いたしました山本がそのまま入りセカンド、ピッチャー沢村に代わりまして上原、2番セカンド山本、ピッチャー上原背番号11。11月1日、西武との日本シリーズ以来、実に3426日ぶりの東京ドームでの登板、上原コールで迎えますジャイアンツファンです。この球場の雰囲気が山本マスター全てを物語っている。いやちょっと感動しちゃいましたね、まだオープン戦ですが、浦野投手 のコールがあった瞬間のね、この大歓声、はい、またジャイアンツがもうほらビデオを用意してるじゃないですか、まあ、いいなって思いましたね。さあまず山本昌さんはどのあたりをこうチェックポイントに見ていきますか。まず腕の振りですね。腕の何か東京ドーム場内も、ああそしておなじみのテーマ曲が流れた東京ドーム、ウェルカムバックの文字です。帰ってきました上原浩二です。まさに360度大歓声、ジャイアンツファンが、いや、プロ野球ファンが待ち望んだこの瞬間、10年ぶり公式戦、この男上原浩二が東京ドームのマウンドに上がりました。5対4、1点を勝ち越して迎えた8回の表、ジャイアンツ新勝利の方程式に、このプロ通算20年目上原浩二です。いやー、篠塚さん、やはり東京ドームの雰囲気が変わりますね、そうですね、なんか、まあ、懐かしいっていうよりも、なんか、そう感じないんだよね、そう感じない、まあ、テレビでもね、メジャー行ってる時でも見てるし、はい、まあ、その投げ方っていうのも、そうは変わってないしね、まあ、背番号はね、ちょっと違うっていう形で、はい、2008年10月5日、この東京ドームでのドラゴンズ戦以来、
公式戦実に日本では3464日ぶりの1軍